三越映画劇場は1973年11月に三越日本橋本店の南館内に第1号館が作られ以降チェーン化され全国複数の三越店舗に建設されたミニシアター小規模ながら豪華な座席にシンクのカーペットを敷き洋画、邦画の名作を上映する名画座の形式をとっていた順次閉館し2018年現在も映画館が 営業しているのは、愛知県名古屋市畜作製が、岡本町の名古屋三越星ヶ丘店のみである。当館では68席の一スクリーンを有し、日本では珍しくなった百貨店直営の映画館となっている。1973年当時の岡田茂三越社長と岡田茂桃映が、同姓同名で、仲が良くミニシアターシステムの構想を持っていた岡田桃映社長が、 デパートの中で名画を上映する映画館というデパート内のミニシアター、名画座というアイデアを三越岡田社長に提案し文化事業に意欲的だった三越岡田社長がこれを採用。1973年11月に三越日本橋本店の南館を建設した際に道館内4階に第1号館を作り、以降チェーン化し、新潟三越など、 全国複数の三越店舗内に建設した。東映は、系列の東映芸能が1972年から、仮面ライダー賞を全国巡回公演し、児童向け実演者と当時は呼ばれた祭事イベントを手掛け始め、第2弾が、母とこの東映名作劇場で、1年間の全国巡回公演の旗揚げ公演を1973年8月に、三越劇場で行っており、 三越と付き合いを持っていた。当時、ミニ映画館はアメリカで発展しており、日本でもレジャー産業の一つとして注目されていた。計画段階では、三越ミニ劇場という名称で、新鋭機器を導入して省力化を図り、従業員を数人とし、入場料は500円。洋画あるいは、邦画の名作を1日56回上映し、大型駐車場を設けて、顧客は車で来店し、 ショッピングと映画を楽しめるとしていた。また名作を上映して、地域社会の文化向上を図り、映画館を店舗に併設することで相互に、顧客吸引力を強める効果が期待された。日本橋本店の第一号館は、床面積200平方メートルに豪華な51座席を備えた。三越岡田社長は、東方映画の取締役でもあり、岡田東映社長とは、 演劇面で提携していて仲も良く、東宝と東映作品の上映は確約されるが、それ以外の映画学者から配給を受けられるかが、ミニ映画館の製品の鍵と見られた。第1号館では、アダモのひなげしの島や、八甲田山、1978年に三越と東宝の提携で制作された、燃える秋、将軍、終電車などが上映され、1980年に、 ルキノビスコンティ監督の編集による、ルードーイヒ、神々の黄昏が日本初公開された際、岩波ホールで上映後に引き続き、三越映画劇場で上映が行われた。日本橋本店の第一号館は、床面積200平方メートルに豪華な47座席を備えた。三越岡田社長は、東方映画の取締役でもあり、岡田東映社長とは、 演劇面で提携していて仲も良く、番組制作は東映と提携して行ったため、東宝と東映作品の上映は確約されるが、それ以外の映画学者から配給を受けられるかがミニ映画館の製品の鍵と見られた。第1号館では、1977年の八甲田山や、1978年に三越と東方の提携で制作された燃える秋などが上映された。 1978年4月15日から公開した幸福の黄色いハンカチは同年12月22日にそれまで八甲田山が持っていた最長不倒記録を破り251日間の新記録を達成し当時の津田昭司三越本店長が小畜の奥山徹副社長から表彰された1970年代後半は採算は取れていたと言われる 第2号館は、新宿店の駐車場跡地に建設する別館内に設置し、以降、全国の三越隠し店内や配送所、有給者誘致の適地に作り全国チェーンを進められた。星ヶ丘店も含めた各地の三越映画劇場は、シンクのカーペット、背もたれが、半円形のシート、ベージュのスクリーンカーテンなどを特徴とした。以降、大阪三越、新潟三越など、 全国の三越施設内に建設された。札幌三越は、店内ではなく、ホテルアルファ札幌の地下で、札幌三越名画劇場を1980年から2003年まで運営し営業。同館は、全63席にリクライニングシートを採用、ホテルシアターとして話題になった。1974年、名古屋市畜作東部の星が丘に、オリエンタル。 中村百貨店星ヶ丘店が開店し、1977年には名古屋三越星ヶ丘店となった。1980年10月1日、名古屋三越星ヶ丘店の9階に三越映画劇場が開館。オープニング上映作品は料理長度のご用心である。年表座席数は開館当時から変わらず68席であり、当時から名画座として営業している。 百貨店内という性質から夏休み期間中にはファミリー向けの作品を、それ以外の期間は婦人向けの作品を上映することが多い。ありがとうございます。